なるほど、うちらがこれに感染に入るという感じなんですね、はい、なるほどなるほど。さあこれで始まりました。こちらは、ウッピーさん側の画面ですね。そうですね、はい、ウッピーさんのフェイエン対 GK ライデンさんのライデン、ね、ライデンということで、はい、さあ開幕格闘が当たってリードを取っているのはウッピーさんのフェイエン。さあこれ中距離でね、やはりこのハートと右のあのパラパラパラってばらまいてるやつですね、これを牽制に使ってなんか寄せつけないで戦っていきたいですね、はい、しかしそのライデンがやはり距離を詰めてこのネットですね、ネットとこのグラボム、そしてこのレーザーでしっかりダウン追い打ちまで決めて、この体力差、しかしまだ分からないんですがグランドボムが置いてある。さあ最初に取ったのは GK さん、はい、さあやはりこのフェイエンはこのスピードを生かしてなんとか先に牽制を当てつつ体力リードを取って時間をかけて使っていきたい感じですね、はい、でそれに対するライデンの方はやはりこの一発一発とレーザーですね、爆破の加勢です。そしてこのネットを避けた、いやネット引っかかったんですけど、はい、高速のレバーガチャによってですね、即といしびれを解いてその上ラッシュキッセスをガードしましたね、素晴らしい。さあ今、ライデンの方がパージして鎧を脱いだ状態ですごい速い状態になってます。さあ V レーザーが入って、これはレーザーが当たったら死ぬ。でもフェイエン、フェイエンの横身ですね、あれは横に拡散するのでかなり当たりやすいんですけども、どもしあれ避けられてたらもしかしたら終わってたかもしれないです。そうですね、さああまりに高速な展開ですでにもう追いついてないぞ。1試合目から最初にリードを取ったのはライデン、まあ、クジマエビが当たってこれでもまだ3パー差、あれですね、あのレーザーが当たったら本当に絶望です。試合が終わる一発、はい、ネットに引っかかった、しかし大ダメージにはならず、うん、格闘挑んでったがそこに合わせてマエビが置いてある。さあ体力差は約 30% から 40%、 さあ、フェイエンはハイパーモードになっているぞ。さあネットに引っ掛ける、うまい、逆にこれはライデンが距離を取って時間をかけていきたい、ネットうまい。さあ格闘を避けてその上に格闘を当てていくなんというカウンター、うますぎる。さあレーザー置いて残り時間は約11秒、さあ勝っているのはフェイエン、さあパージしたぞ、早い、最高速のライデンが襲ってくる。しかし右のライトが置いてあって勝ったのはウッピーさんのフェイエン、おめでとうございます。何か選択何が出てくるか分からない、そして出てきたのがテムジン対エンジェランですね、はい、それではテムジン側で一旦見ていきましょう。最初に当たったのはエンジェランの標柱、さあドラゴンですね、このドラゴンがこのフェイあエンジェランのメイン一番の醍醐味の技ということですね、はい、おっと回転切りだ、これはミスった臭いぞ。さあドラゴンがヒットしてちょっと体力が 25% ぐらいか、はい、このフェイあエンジェランはですね空中をぴょんぴょん飛んで、とりあえず遠距離武器でダメージを取っていく。さあこれ総竜といって2匹ドラゴンを取ってくるんですけども、あれの誘導がすごく強いんですよ、この一周してくるんですね、下手すると一回避けたのにもう一回切ったりするんですね、はい、はい、かなり誘導が高い武器です。一方のテムジンの方は、まあ、昨日の、OMG とホースと同様にやはりゴムから始まる攻撃、はい、もしくはその右側ですねの、ビームから始まる攻撃っていうところが最大の特徴で、まあ、あの距離を詰めたり、相手の技を相殺したりというところが、メインとなってきますが、さあ残り15秒でその差は約 10%、 さあ勝っているのはテムジン側、しかしこの秒数で 10% は全然リードじゃないぞ。そう、何が当たっても逆転です。さあ何が当たっても逆転、あと1秒。さあ最初に取ったのはテムジンの方のブタジルさんですね、はい、はい、さあ次はエンジェラン側で見ていきましょう。さあジャンプしてドラゴンを呼ぶ、これが一連基本の一連の流れ、これですね、昨日もありましたコギですね、エンジェランのコギを、そうですね、使ってますね、はい、こうやって空中でふわふわ、移動しながら距離を取って相手をしっかり見て当てていくというのが、はい、まあ、エンジェランのその中距離遠距離の攻撃方法ですね。さあこうやって空中でこう移動しながらドラゴンやその氷柱といった援護、自動追尾がすごい強い武器で攻撃していく、はい、そして今飛んでったのが縦ですね、前にヒラーですね、縦で、さあサーフィンが、おっとサーフィンが見えたけど当たんなかった、あ建物の上に乗ってしまった、これ建物の上に乗って乗ってちょっと落下してしまう、ちょっと、はい、硬直があるんですね、これがちょっと
危ういかと思ったところでなんとかしっかりここは行きますね。そらさんの方がしっかり残り10秒でのその差は 70%、 ここはしっかりエンジェルの体力 100% だぞ。さあこのまま逃げ切ってさすがに終わってしまうか。サーフィンがぶっ壊したがさすがに当たらなかった。さあ1対1ですね、はい、さあ最後はやはりエンジェランで見ていきましょう、はい、2セット目の方はソラさん非常にあの距離と、空間の取り方を、最優先に取った戦い方で適切なダメージを取っていくというところです ね、 ですね。しかもあの、はい、いきなりこうブッパの、サーフィンなんかも目の前で避けるというところで、うん、ギリギリでの回避判断能力素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい、何が来てもそれに対応できるように動いてる感じですね、はい、これに対するブタジェさんはやはり距離を詰めたい着地を狙いたいというところなんですけども、はい、そしてこのマップ氷柱が当たってしまう。やはりですね頑張って前には行くんですけども、前に行きすぎると、ミラーそして氷柱、はい、そして地上でのレーザーですね、これがあの当たってしまうんですよね。それを避けつつ、空中でドラゴンを出していく、はい、この戦いが非常に素晴らしい。ちょっと今コメントにもやるね、だからこれも目の前で避けるバックラッシュであの姿勢が低くなってるんですね、はい、それを利用してそのまま避け切る行動をしました。素晴らしいですね、うまい、冷静です。さあこの体力残り10秒で約 80% サーフィンしかもうほぼ手がない。しかしもサーフィンがもう当たらない、ゲージがない、これはもうタイムオーバーで、もう選び終わってますね、はい、さあバル対シュタイン、はい、シュタインの奥の方ですねこれは。さあこれバル視点でちょっと見ていきましょう、はい、さあバルはですねこう手と足を分離してあグリスかグリスポックさまざまな、技を仕掛けられるのがこのバルの特徴なんですけども、こうやって設置型の武器もあるんですね。設置したり、腕と足を飛ばしたり、してこんな感じでわけの本体はあっちにいるのに、攻撃が後ろから来るみたいなわけのわからないことがあるんですね基本的にですねあの両手両足がビットで、まあ、ビームとミサイル、こちらの方を切り替えて組み合わせによってコンビネーション技が取さる。これコンビネーションが来たぞ。真上からレーザーを打ってマガラ殺しを仕掛けていくですね、この、組み合わせの技がですね、様々あるということで非常にトリッキーな機体で、実はですねこのツインスティック以外のボタンも必要になってくるという、ゲームの、システムをフルに使った、プレイが求められているという機体になっています。リングが最後まで当たりきらなかった。さあ前を飛ばしている。さあ飛ばしてこうやって見ていないように勝手に攻撃が出ているんですね、はい、さあこれを逆側から見ていくとこれシュタインボックですね、はい、これはシュタインボックですね、はい、これの特徴はですね、まあ、レーザーなりビーム兵器ですね、ビーム兵器を使いつつ、あとあのさっきから何度か出てるんですけども、でっかい弾、丸い弾がこれですね、まあ、なんかメロンと言われてるんですけども、これが誘導が良くてかなり、なかなかダメージも出るので、はい、あれをうまく使っていきたいと思います。さあこれ先ほどもありました真上からのレーザー、これちょっときついですね。これ反射して死角から飛んでくるので、やっぱり見えないうちからいきなり当たってるっていうのが非常にしんどいですね。はい、対する、下の方もやはりあの真正面に捉えてビームを打つ、もしくは誘導のメロンの方を当てていくというところが最大のダメージソースになってますので、はい、立ち回りが求められるという、重火器体の中ではかなり珍しい機体という形ですね、はい、しかしこれはアヤトさんのバルがかなり優勢、優勢だぞ。そしてこの距離は危ないぞ、マインも飛んでくる。うーだが残念ながらここで当たってしまったということで、さエンジェラン対バルですね、はい、エンジェランがソラさん、そしてバルが、三原奈央さん、じゃあまずバルを見ていきましょう、はい、やはり先ほどと一緒でこうビットを飛ばして遠距離からどこからできるか分かんない球を飛ばしまくってくるという、さあそこに対して遠距離から同じようにドラゴンと氷柱、とレーザーといろいろ使ってくるエンジェランですね、はい、それ先ほどもエンジェランはこう後ろに下がりながら戦ってたんですけど、はい、あのお互い遠距離攻撃が得意な機体なので逆にエンジェランが先に攻めていくんですよね。そうですね、あのバルの場合ですと距離を取ってしまうとやはり死角にずっと潜り込まれてしまうという可能性がすごく強いので、そうですね、そしてこの弾数なんですね、はい、はい、いろんなところからこのマインって言うんですけども、めちゃくちゃ飛んでってるんですね、はい、わけが分かりません。さあレーザーもなぜか横に曲がっていきます、わけが分かりません。さあドラグもしっかり避けつつこうリングをしっかり張って、あともう何が当たってもレンジェラの即死圏内。さあレーザーが引っかかってしまう、残り17秒、その差は約 50%。 さあソーリーを避けてレーザーも避ける、しっかりしている。さあ三原奈央は最後はファンネルが飛んでいたんですね、はい、いつの間に飛ばしてたのみたいな感じですね
ここですね、やはりエンジェラの方はもう距離を詰めてでも取るか、ね、細かく刻むかというとどうしても手数ではバルニャが勝てないので、はい、まあ、置いてそこに当てに行く、もしくはもう着地硬直であったりビットが戻った硬直、ここに対して最大を狙っていくということしかできないというところが非常に厳しい組み合わせでして、さらにこのマップ、まあ、あのエンジェラの直進攻撃が本当にわずかのこの、障害物ここで止まってしまうというところがあるので、相当きつい組み合わせですね。さあやはりちょっとずつですが、最初リードを保っていたエンジェラン側だったんですが、ちょっとずつ、本当にちょっとずつなんですが、削られていって体力逆転されてます。この微妙な削りでも、さあハウスも当たって、さあマインを飛ばしまくる。さあこのマイン一個一個全部避けなければいけない。さあ面倒くさい。さあパンネルが当たって、最後に勝ったのはソラさん、いや、あ、三原奈緒さんですね。はい、そう、シルバーさんがメンさん、お、シルバーさんがそのままアジムで行きますね。アジム、はい、ではじゃあアジム見ましょうか。はい、さあアジム、このこうやってボールをいっぱい飛ばしてですね、何もしてなくてもアジムの体力がどんどん減ってくる時間とともにね。なので頑張って強力な武器がいっぱいあるので、とりあえずもうダメージを与えに行きたいんですが、なんと、めっちゃ避けられてます。時間も体力もなくなってきてます。さあ相手の、何ですか、ドルドレイです。ドルドレイですね、これは。はい、これ、はい、高速で突っ込む技2つ持ってまして、あれで逃げまくることができるんですね。はい、はい、そして1試合目は、まあ、そのドルドレイですね、メンドルさんの方が勝たれたということで、はい、続きまして、これですね、この突撃がですね、とんでもない攻撃が高い上に速い。はい、しかし、やはりアジムの攻撃がすごい強いので、当たってさえ一発当てれば、そうなんですよね、持っていけるんですけど、さあこれですよ、当ててしまえばこっちのもんだみたいな感じですね。ひどいダメージですねこれ。さあどっちを見るか、ドルドレーでいきますか。はい、ドルドレーでいきますか。この1対1の状態、着地を取れればおいしい。さあ特攻で、おいしい特攻でそのままいった。特攻で一発で死んだ。これがバージョン。はい、ということで改めまして、組み合わせですね、来ました、テムジン対サイファー、テムジンが、ホモマンさんですね。ではサイファー見ましょう。サイファーですね、昨日は1回も出なかった、はい、バイパー2の、後継機ですね。はい、これさあ高速空中の軌道がものすごくいい機体ですね。空中攻撃を2回打てるっていうのも特徴ですね。そしてこのかっこいいレーザー、そして変形もするという、そうですね、ロマン満載な機体ですね。これは変形突進する技を持っているんですね。はい、さあこれで遠距離中距離からの、攻撃プラス、高速移動で削っていく感じですね。はい、カトンボとか書かれてますけど違うんですよ、これが、美学なんですよ。さあこれ、これは今勝っているのはサイファー側。早い、とにかく早い、この早いサイファー。ただしサイファーの方は弱点、やはり見ていただいて分かるように非常に機体の線が細いんですね。ですので、当たってしまうと、さあこれはマイビが当たると思いきや、なんと建物の上に乗って着地のタイミングが若干ずれるとともに避けれてしまった。そこまで計算していたのか。1本目取ったのはホモマンさんですね。さあテムジン側見てみましょう。おっと相手の飛行機の攻撃が来たんですけども、はい、ギリギリでガードして反撃していきましたね。さすがですね、ここら辺は今完璧に食らったかと思ったんですけども、はい、いやさすがです。これはなかなか、さあ SLC ですね、お SLC ダイブという技ですね。さあちょっと削られてテムジン側が、約 6% 差。おっとボムのボムが当たった。しかししっかり返してその差を広げていったサイファー側。これは BA さんですね、失礼いたしました。 BA さんの方がサイファーですね。うまくこう弾を撒き散らしながら、テムジンを近づけさせないというところが、やはりこの勝ち方で、そして近接が当たってさらにジャンプ攻撃でダウン位置。さあもう後がない、飛行機で逃げていってとりあえず距離を取る。さあこの差なんですが、あと10秒なんですが、めちゃくちゃ柔らかいんですね相手の機体サイファー。なので本当に何でもいいから一発当てたいから、あと2秒さすがにこれは逃げ切れないで手が働ってしまうので。おっとドルドルエ対グリスモック、これはまた殴り合いだぞ、はい、重量級同士の対決ですね、はい、さあ今度は先ほど、レーザー型の、機体が来たんですが、今度はミサイル型の機体なんですね。グリスの方はミサイル型ですね、先ほどの、はい、
方がレーザー型ということで、はい、まあ、実弾ですのでやはりこの火花、これが重要ですね。じゃあやはりこのやはりミサイルがいっぱい飛んでいく部分はやっぱ見てても結構気持ちいいんですよ、気持ちいいんですよね。そしてこのロックがあるリングレーザ ー, さあバ ー, ナー、そして火炎放射器、はい、こういったところも、胸を揺すられますね。ドードレイの特徴として、はい、ドリルがこうやって建物貫通していったりもするんですけど、はい、なんといってもこの装甲の硬さがやはり売りなんですね。めちゃくちゃ硬いんですよ。なのでこのゲームアーマーというものがございまして、その相手のアーマーを削ってからじゃないと攻撃が入らない場合があるんですね、はい、それを、まあ、アーマー削ってからこう、おっと角が降っていた。さあこれはヒットしたのか、いや避けてましたね、はい。対戦相手の期待はこれはグリスですね、はい、グリスは角持ちですね、持ちですね、はい、気づいたら角打ってるんですよ、まあ、汚い花火大会の典型的な例ですね。ドルドレイがそのまま、リードですね、はい。セット目は、デビルですね、デビルさん。さあこれは、グリスの方かな、グリスの方を今打ってきております。はい、グリスの方もですね、実弾持ちでありながらなかなか遅いとは言われつつも、なかなかこういう横スライドとかは結構いい機動力を持ってるんですよ。しかもその実弾兵器ですので、V アーマーを買ってきた後の火力っていうのがものすごく高いというところで、当たれば本当に大きい刺激になるというところ。本当にもう見て分かるとミサイルめちゃくちゃ飛ばすんですね。これも花火大会ですよね、これ。そうですね、はい、火力強いのにいっぱい撃てるって、もうこれも美味しいとこ取りですよね、また。でしかもそこそこ速いんで、見てから避けるとかも全然できるんですよね、はい。さあ、試合の状況としては、チェプリさんの、ドルドレの方がリーフェンス。かっこいいですね、これミサイル飛ばしてるだけなのになぜかかっこよく見えるんですよ。うまい具合に削れ、そして微妙な体力差 3%。 さあドリルが当たって、この秒数でこの差はどうだ、1% ですね、 1.1% 残り8秒、まだまだ全然あるぞ。おっとドリル、これは避けたぞ、避け切って 2%。 しかしアファ対シュタインということですね、はい、ではアファームドちょっと見ていきましょう。昨日の、OMG の大会で優勝したアファームドね、やはりこれ近接特化機体ということですね、はい、さあ、近づいてこの竜巻とボムを使いながら近づいて近づいて、やはり近接を狙っていきたい。さあこのアファームド、それを寄せつけないようになんとか離れつつ弾を待ちたいということですね、感じですね、はい。今はこの竜巻が非常にこう誘導性能がいい技なんですよね。そうですね、しかし逆に格闘食らってしまう。さあこれでダメージ差が開いて、そしてオキビームが当たっている。さあ取ったのはシュタイン、1本目はマスダメロンさんですね、はい。では続きましてマスダメロンさん側もこのシュタインいってみましょう、はい。まあ、あのシュタインなので、先ほども申し上げました通り、またオキのレーザーが当たっている、当たっている、これは予測しての打ってるんですよ ね、 そうですね、これロックも外してますしね、素晴らしい置き技ですね。お互いボムを当てて、体力はまだシュタインが有利だが、しし今一瞬格闘か、しかしもうメロンを出して、さあボムは当たって、この体力差、おっとボムじゃないメロンが、それますヒロトさん対ヤマさんですね。ヒロさんの方はテムジン、ヤマさんの方はドルドレ、ドルドレ、じゃあ、はい、テムジン側をちょっと見ていきましょう。テムジン側は特徴的なカラーリングの機体ですね、これは。このゲーム自分で好きにカラーリングができるので、好きな感じで、まあ、これ自分で作ったカラーですね、はい、ヒロトさんが。さあこれドルドレイがですねリードを取っているので、逃げながら戦っていきたい感じですね。しかし近接が当たってこれ、ドルドレイ側が攻めなきゃいけなくなった。まあ、ドルドレイの方は一発当てれば当然体力をかなり持っていける液体なので、うまく距離を取りつつテムジンの攻撃を食らわないという、まあ、シンプルに言ってますけど結構やることはいっぱいあるという感じなんですが、対するテムジンの方はうまく距離だけ取って一発当てて逃げれる、そういった余裕がある、状態ですね、はい、こういったところですね、はい、さあギリギリで避けてますね、ギリギリファイヤーも避けています。おっとドリルが当たってしまった。さあ残り20秒、その差は約 10% から、そして直撃、直撃、さあ残り相手は 5% だぞ。さあドリルで突っ込んでって、それを避けて、さあ4段ジャンプをやろうとしたが、そこはちょっとミスってしまった。テムジンが壁にサーフィンをぶつけることによって、なぜか2段ジャンプが4段ジャンプにできるという技術を持っていますね、はい、ということで1本目はヒロトさんですね。さあドルドレー視点で見ていきましょう。青いドルドレーかっこいいですね、かっこいいですね。さあ今
開に関しては先ほどと同じようにまずは距離を取ってお互い様子見と言いつつも手無人の攻撃が的確に当たっていく。手無人やはりこの追尾性能が非常にいい技多くてですね、バランス期待らしいというところですね。そしてダメージは手無人有利というところですが、さあこれ先ほど言ったんですけども、はい、ドルドレイのドリルがですね、はい、壁に当たっても突き抜けていって、はい、相手のところまで飛んでってくれるんですね。なのでこのステージの壁にはあんま関係ないという。しかしこれはテムジンは相当避けるぞ。ヒロトさんの回避性能がめちゃくちゃ高いんですよ。当たってもカス当たりなので全然こう体勢に影響しないレベルなんですね。そうですね。そしてうまいところにこうダメージを削っていくと。ちょっとずつ削られていってます。さあ残り6秒さあ当てるのはもうあれしかない。当たったあれしかないのを当ててったこれがオラタンだ。さあなんとカウント1対1 1対1。さあドリルは壁に当たってしまった。そしてマイビが当たってリードしているのはドルドレイ。さあここはなんと1対1のイーブンに持ってきた。お互いにここ負けられない一戦になりましたね。さあドリルが、そしてもう一発当たった。さあ大幅な有利だ。大幅有利だ。山さん手無人が追いかけなければいけない状態になりましたね。はい、でもヒロさんの回避性能であればうまく削っていけるというまだ40秒ありますからね。ドリルが当たって削られていく。さあここまで来るとさすがに、そしてダウンを取った。この後どうする。追い詰めたぞ。さあドリルで逃げていく。あの特攻ですね、逃げにも使えるというね、はい、素晴らしい性能を持ってます。さあでも気づいたら約 20% さ。どれどれも時間を使って逃げて逃げて、突進技が2つあるので、はい、こうやってチャージが溜まった後にすぐ2つを使って逃げると、画面を使って逃げていくという。さあ残り10秒、その差 20%。 さあまだ分かんないぞ、まだ分かんないが、ここでその目に当たって勝ったのは山さん。ドリルが刺さって勝ったのは山さん、おめでとうございます。どうですかね。さあどうだ。こちらはキーさんが 2P 側ですね。はい、さあバトラー対、アファブル対クリス。はい、さあちょっとアファブル視点で見てみますか。やはりこのアファブルはカットを当てていきたい感じ。めちゃくちゃ近寄ってこうとりあえずこの竜巻とボムを使いつつ、これが当たるか。さあ最後まで打って、格闘を当てていく。あ、マイコムキンス上手いですよ。さあこの後どうする。ダメージを取った。殺しに行くか、それとも逃げるか。いや殺しに行くぞこれは。そうですね、まだ負けている状態なので、で危ない体力差、硬直にうまく当たって。さあ14番台 30% 勝っているのはグリスボックがボムを張っていたんですが、ボム関係なく弾が飛んできましたね。はい、ということで1本目はこちらは、キルさんの方ですね。はい、はい、で続きましてグリスの方ですね。グリスボックはやはりこの中距離から遠距離の射撃戦をしたい感じ。もう格闘は付き合いたくないんですね。やはり、そうですね。めちゃくちゃ離れたい気持ちはあるんですが、やはりバトラーの速さがすごい速い、近寄ってくるのスピードが速いので、こう逃げ切るのがとても大変。ただそうですね、ただグリスの場合は一つ有効手があるとすれば、すれ違いざまにとにかく最大火力を叩き込んで逃げるというところで、相手のダウンプラス、距離を取るという、逃げ打ちもできますので、ここはかなり、戦い方が差が出てくるというところですね。核を打ってきたぞ。さあこれはどうなる。さあ数秒後に天から、さあ影が見えますでしょうか。影が見えるか。飛んできたぞ。ダウンを位置で核が当たっている。息子さんもしくは娘さんは元気としていける年だと思うんですよね。そうですね。じゃあまずサイファーじゃないや、タニさんの方ですね。アファーマドアファーマド、はい、タニさんのアファーマドですね。先ほどとまたカラーリングが異なってる。そうですね、これまたかっこいいですね。これ自分でカラーを作ったんですね。さあこれ空中でどんどん逃げていくので、はい、なんとか捕まえたいこのアファーマド側ですね。はい、で体力リードしてると関係ないです。さあダッシュ近接が当たって、このヘリであるさあそして置き瓶も避けている。さあ体力リードはしつつも攻める姿勢は変えない。さあボムを当てて取ったのは谷さんのアファームド。はい、次はサイファー視点に変えていきましょう。 A さんの方ですね。やはり火力が高いアファームド、近接の火力が高いので格闘を食らってしまうと走行が薄いサイファーはですね、一瞬で溶けてしまうんですね。この竜巻の硬直が危ないんですよね。これやっぱりしびれモードに入りますので、しばらく動けないので、そこに空中ダッシュ剣当てて、危ないぞ。さあ SLC だ、 SLC で当たった当たった当たったぞ。
さて逆転した残り時間は45秒、逆にここからは、サイファー有利だぞ、この距離を取ってひたすらダメージを稼いでそして逃げるというところで直撃レーザーも当たった、ね、大王一も決めてこの差、いや残り 6% ですね、これは大きな有利、しかし本当しかしなんですがサイファーは格闘食らってしまえば本当に死ぬ体力と言ってもおかしくない、この体力差、ね、硬直したくない、当てられたくない、しかしこの角度はまずいぞ、さあ格闘に来てからしっかりジャンプしてから逃げてますね、はい、さあそしてだいぶ、ね、これは逃げてますね、はい、飛行機モードで逃げています、さあ時間を使って時間を使って、これ十分ですね、残りゼロ、さあ1対1で、迎えておりますね、はい、見ていきましょう、さあ先ほどエンデさんの方は SLC を当ててくるという凄まじいダメージ操作の取り方をしたんですけども、はい、あれもサイファーが持っている特殊コマンド一つですね、はい、全ゲージを消費するという形で空中で何でしたっけ、ダブルトリガー、ダブルダッシュ前、ダブルトリガーそうですね、ですかね、はい、そんな感じです、非常に攻撃力が高い技であるんですけども、その代わり武装が全体的に使えなくなってしまうというところがありまして、本当に使いどころが難しいんですけれども、それをあんだけぐるぐる追い回せながら当てていくと、完全に気合いですね、しかしこの距離はまずいぞ、さあダッシュ金が下がったところにしっかりレーザーを重ねて一旦イーブンには持ってったが、はい、約 8% ぐらいか、しかし残りは25秒、どっちが削り合い、両方とも格差つけない、ここは危ないぞ、さあ竜巻が当たってパワー、アファムドが分かってボムをしっかり着地に取って、はい、ということで行ってまいりましょう、Z さんの方がアファビーで、ウピさんの方がフェイですね、はい、さあじゃあちょっとフェイエン見ていきましょう、さあ3回戦0回戦ですね、はい、勝ち上がりました、ウピさんですね、はい、のフェイエンを見てみます、さあ開幕ボムが当たってしまっている、このハートですね、やはりフェイエンといえばこのハート、はい、そしてカッターとこの弾を飛ばして中距離で戦っていきたい、今回ですね対照的にこのリードを取ったらしっかりその時間を使っていってますね、そうですね、はい、Z さんのまたはファームド、さあこれはどう危ないぞ、フェイエン側も格闘自体は速くて強いので、はい、格闘仕組みにいけれるんですけども、さあこれはどうなんだ、その差は約 2% ですね、うまい、横の山、建物を横火で通過させていきますね、この、この建物を挟んだ攻防というのが、さあ空中前火で力を取って残り15秒で逆転した、はい、そしておっとこれは来たぞ、ですね、はい、めちゃくちゃ速くなってます、とりあえずめちゃくちゃ速くなってます、そしてさあどうなる逆転しているぞ、さあここでもう逃げモードだ、さあもう何も出すものがない、1セット目取ったのは Z さん、これ今さすがの試合展開ですね、はい、時間を使うのがすごくうまいですね、はい、残り時間を計算してあの特殊モードに入ってるっていうところもさすがですね、はい、これはしびれたところに格闘が入る、こんなに減るぞ、こんなに減る、さあ 80% 一気にダメージを取っていった、さあここからあと60秒間どう試合を進んでいくか、うん、うまく、建物を爆風で影にしたが、ここも直撃入った、まだ分からなくなってきたぞ、さあボムで削って竜巻、時間を使って空中前で避けての、さあここは危ないぞ、距離的には、さあ格闘ガードガードした、さあしかし体力のフェイエン側の体力がほとんどない、ボムでももう危うい、よかったパームはギリギリ 0.3% でよく残っている、ゼロにしなきゃいけないぞ、当たって 0.1% で残っている、まだ生きてる、まだ生きてる 0.1% だぞ、さあ横田パームが当たってしまった、で、サクリさんの方がグリス、コロンさんの方がテムですね、そうです、テム人ですね、テム人側でとりあえず見ていきましょう、開幕当たっているのはテム人の方が食らっていますね、さあしかし前でしっかり着地を取って逆転している、この組み合わせだとやっぱりダメージをちょっと取って距離を取るというのが非常に怖い組み合わせなので、やっぱりうまく隙を見てダメージをさらに増やしていきたいというところですね、相手の前火とかスライドの攻撃に対して後から追い打ちを取るという感じですね、はい、さあこれを避けてからしっかりダメージを取りたい感じ、テムジナはだいぶいい感じに削りはいってますね、冷静に動いてますね、はい、建物を使ってうまく頑張って使っています、ちょっと爆風には当たったがまだここら辺は全然 OK、 さあ前火でさらにダメージを加速していく、
もう残り時間と体力差がかなり開いてしまった。さあここで残り10秒、ここはクロンさんがだいぶ有利で、この近接距離は危ないぞ。爆風でミサイルも消されてしまう。テムジンのボムがですね、ミサイルを相殺してくれるんですね、はい、これもかなりそのテムジン側がのボムがかなり強いということですね、はい、ということで、2ラウンド目の方はこちらはサクリさんとカメラを映させていただきます、はい、開幕は撮ったんですけども、もう一回ちょっとテムジンに逆転されているというところで、さあ先ほどとちょっと似たような展開になってしまっているが、ここをどう挽回するか、うん、とりあえずやはりですね、ピカズですね、はい、こいつはなんといってもこの弾幕の多さでやっぱ戦っていきたいので、どんどん攻撃して当てていきたいんですが、この着地は取れなかった。一番いい惜しいところだったんですけどね。そうですね、あの着地を取りたかったところでしたね、はい、かつこのミサイルの方がですね、さっきから見ているとちょっと運悪くか前の問題なのか、この障害物に当たって相殺されてしまってるんですね。そうですね、やはりあの動いてですね、その障害物にある方向に逃げているという感じですね、はい、側が。さあこれナパーム当てて、ダイブ当てて、逆転、ダウン取って残り10秒、ここは逃げ切るか、攻めなきゃいけない。さあミサイルも当たってダウン、もう残り5秒、 0.1%、 これは取ったでしょう。これはさすがに取り返せなくて、1セット取り返す。さあ1対1で始まりました。じゃあ次はどちら側を見ていきましょうか。このまま見ていきましょうか、はい、このままさくりさん側の方の画面を出していただきます、はい、さあ開幕の方有利取ったのはさくりさん、いい感じに直線でですね、やはりあの火力が通るとやっぱダメージがですね、取れるというところが強いですね、はい、さあバックダッシュナパーム、いい感じにダメージスライドですね、はい、あのダッシュ攻撃に合わせてそれを避け切った後にしっかりダウンする。今ボムを食らったんですけど、そのすれ違いざまに入れてましたね。ここもうまくダメージ取ってますね。そしてグリスの方は V アーマーの効果でまだダメージはゼロ、はい、さあ気づいたら 60% 削って残り35秒。さあこれは先ほどと違ってグリスの方が逃げ始めているか、しかしここで転ばされてしまった。ここからの距離は危ない、うん、この壁距離は危ないが、ガード今格闘はギリギリ、まあ、ガードしてたんですけども、壁ですかね今のは、はい、当たる前にキャンセルした感じでしたかね、はい、さあサーフィン飛んできたんですが、これを避けギリギリで避けてるんですね。これ避け切った上でさらに横火でこうダメージを取って勝ったのはサグリさん。サグリさん、おめでとう。